れた子なので、今生まれて1ヶ月半くらいですね。名前パーボと言います。後ろにあるんです。後ろにいるのが1歳の子です。オンプと言います。ね、パーボはちょっとまだ他のアザラシほどいろんな技はできないんですが、今とりあえずいろいろ慣れる練習をします。はい、で最近別のスタッフとバイバイの練習してるので今バイバイしてるんですけど。ちょっとね、その練習してるのは私じゃないので私の時にやってももらえません。まあ、このたった1ヶ月半でももう独り立ちしてるもう頃なんですね。なのでもうお母さんのおっぱいとかももらわずに魚を食べて生活しています。放棄をしてしまって、私たちの手で人工保育で育った子なんですけど、まあ、人工保育で育ったせいもあって、あんまり他のアザラシにちょっとまだ慣れてなくて、このフレジュール一緒に泳ぐようになったのがここ 2週間くらいの話なんですけど、まだ他のアザラシがいるのに慣れていなくて、他のアザラシが近づいてくるとめちゃくちゃ怒ります。ねえ、ここにもお子さんの見方です。自己主張がちょっと強めます。はい、そう。始末の時は11キロくらいだったんですけど、今は25キロくらい。生まれてくるのと比べるとかなり大きい いろいろ散歩しています。ね、はい、